寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して、秘密のドアを抜けてきて、 Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山尾でございます。ウイコレ実況をやっていこうと思います。で、今日はですね、サクッと終わる動画になるかなと思うんですけど、じゃん、まず現在の僕の、フェスで使うフェス、何なんだ、ランクマ何、まあ、タイタンは出たことないからあれか、まあガチ、いわゆるガチデッキがこちらになってるんですけど、まあそろそろね、これもう結構年始からこれで変わってないですよね。で、そろそろやっぱ何かしらのアクションを起こしたいと。これでそのフェスでファイナル行けるか行けないかギリぐらいなんですよね。で、まあこういう感じなんですけど、はい、まあ多分早すぎて見えないと思うんで、画面ね、一時停止して見たい人は見てくれればとか思うんですけど、いや、ね、ここでやっぱ新たな風をそろそろ投入したいんだろうということで、今まで温めていました、この子をついに召喚したいと思ってます。でん、出ました、マイコー・オーウェン。はい、ということで、このオーウェンがあと2回でボーナスセンスが開くんですね。で、一応これ1枚オーウェンとで、スパイク取っときたいなということで、今回、どこだ、あった、トレーニングキャンプ来てて、これも1万2000で貯めたので、1回星5000獲得できるよということで、この2個でボーナスエース開けて、スタメンに入れていきたいと思っております。ということで、今日はフュージョン動画になります。よろしくお願いします。で、早速やっていくんですけど、いやー、個人的にはですね、同 EP 以上がついてくると嬉しいなと。いうていうのも EX 持ってて、そこですでに EP が2枚ついてて、結構いい感じなんですよね。なんで、ここ、まずは金じゃない。できれば銅がついてほしい。よろしくお願いします。はい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 。応援が華麗にね、ステップを踏みながらコーンを避けていって、ありますよ、銀 EP ありますね。ここ上がってほしいな。無理か、無理か、そっか。ああ、なるほどね。銅じゃないや、銅以下だね。うわー、すごい EP の並びがすごいですね。まあ、ここはいいんだわ。でも次はここっすね。いやー、怖え。もう半年ぐらい半年以上温めてきたんで、この応援ちゃんは。ついにこの子も。はい。いよいよ戦力になってくれると信じて。それでは行きましょう。はい、お願いします。頼む、EPK ついてくれ。頼む、お願いします。華麗にコーンをステップで避けてからの、いいね、同じ顔のカードが混ざってって、はい、ボーナスで咲きましたからの、はい、お、銅あるよ。まず1個上がっていこう。いいね。金 EP もある。もう1個上がってほしい。もう1個上がるとでかい。いきますよ。せーの、ほっ、うん、銅 EP。銅 EP。あースタミナかー。正直パワーより EP だよな、ここはな。そうっすね。これがベストかな。はい。ということで、EP 戦士の、マイコー・オーウェン氏が、誕生したということで、ちょっとね、危ね危ね。限界突破もしていきましょうかね。88ぐらいまですればいいかな。いやー、これがね、またどこまで使えるのかわかんないんですけど、ちょっと怖いんですよ、僕も。なんだっけ。トッティをね、ゲットして早々、リミテッドじゃない、レベルをね、上げたんだけど、
まあね、よく、いや、言うてもね、この4ヶ月、よくね、すごい頑張ってくれてるから、あげてよかったんだろうけど、そう、やっぱ、ね、いざという時にさ、あげられないの怖いから、88で止めときますかね。ここで一回止めましょうか。はい、来ました。はい、で、応援が、ここまで育ちましたと。で、ブーストも上げちゃいますかね。せっかくなんで、贅沢に。このブーストもね、もう、ほとんどやってなかったんで、上げちゃいましょう。お。ブーストとかね、やる機会がなくなっちゃうんだよね。スタメンが固定されるとね。はい、贅沢に使って、80% 成功していく。さあ、あとなんかね。お、80% 2連続。64% する。その確率は。お、次も成功。だいたい 50% ぐらいか、3連続は。お、40% ぐらいする。地味に強運。地味に強運使ってしまったな。はいはいはい。はい。これでブーストレベルはマックスになりましたと。OK! したら、疾風陣のやつ買おうと思ってんね。ジャンピングボールはまだいいかな。じゃあちょっと上げてきますか。そうっすね。フォワードのが一番使うから、ちょっと小分けにして、様子見ながら、混ぜていきたいですけどね。はいはいはい。いやー、このオーウェン、本当はフォワードで使いたいんですよ。僕がクロス系の、ウィングを持ってなさすぎて、本当はジャンピングボレーで使いたいんだけど、まだきついよなってことで、そう、マラドーナもいいですよ。ということで、ちょっと今回はトップ下での試験運用。トップ下ってまた難しいポジションで、なんか、なかなかね、日の目を見ることがないんですよ、このゲームで。そう、なんで、ちょっとね、どんな感じになるのか、全然わかんないんですけど、はい。ということで、ここまで頑張ってくれたトッティに、お別れをしよう。トッティ、ありがとう。グレードも1個下がっちゃうけど、君たちの思いは決して忘れない。で、ジャンピングボレーを疾風陣内にして、連携が、そうか、切れちゃうのかな？あ、連携、イリュージョン切れちゃうのか？これはどうなんだろうな。まあでもそんなに痛くないのかな。はい、ということで、申請はこれでやっていきたいと思います。ね、オーウェンのその使い勝手はね、まあ、これからまた動画で紹介できればなっていうふうに思ってるんで、ぜひぜひ楽しみにしててください。ということで、今回の動画はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。